あれやったな、チャド助けて家帰るよった。ここおまん、これセレクト押しとかんとここ見えんよな。うるるな。ただで支給してくれよ。これはこのゲームは休みの日じゃないとようやらんな。セーブが、罠仕掛けがあるかなかったかった。遅い。な、不良息子、一体何時になれば帰ってくるんだ。あれほど家族の団らんの時間は守れって言った。おい、それとも何か、あいつ。おいってば。母さん、最近この泣くな。うわあ、どうした、月だらけじゃねえか。あ、そう、ただいま。あ、てめえどこを突き歩いてたんだ。どこへ行こうが俺の勝手だろ。言っとくが徳森、あ、じゃない、井上さんを見に行ってたんじゃねえからな。お前、わかりやすいな。何が？特盛り。早く俺の体を返す。どうでもいいけど、この体、なんとかなんねえのか？例えば、もっと洗練されたポップでアバンギャルドなデザインのドールとか。なんだ？頭に可愛いリボンでもつけてほしいのか？てめえ、こら、イチゴ！覚えてる？ああ。なんでお前ら二人。あ、一味、おかえり。お前ら。ねえ、お兄ちゃん。あれって？ユズが一味の部屋でぬいぐるみを見たって言うんだ。一味、いつからそんな趣味持ったんだ。あ、あれか。あれは俺のじゃない。預かりもんだ。あ、そうだ。ユズ、頼みがある。あのぬいぐるみを見つけたら、超特大の可愛いリボンを頭につけてくんねえか。いいよ、リボンだけでいいの？好きにしていい。わぁ、ほんと？いやいちに。なんだ、
今妙な声が聞こえなかった？いや別に、気のせいじゃないのか？変だな。石田瓜生、フォローと戦っていたクインシー、死神を憎むってわけわかんないこと言ってたか。漢字が多いからしんどい。よっあいつが言ってた霊力の高い怪人のうち一人がチャドだった。じゃ、今日は疲れた。起きろ一号。うわ最高やな。え、なんだよ、まだ早いだろ。いつまで寝ておる。柴田を引き取りに行くぞ。あ、そうだった。早くしろ。あのプロレス、最高っす、最高っす。小遣いぐらい売ってる。うろはら商店だよ。動きのテンポが遅い感じがつくな。プレス4 SSD 詰めんかな。処理速度上がったら面白い。あーだから、だからそこにボサッと突っ立ってられると掃除の邪魔なんだよ。ほらどけよ。ゴキブリみたいな前髪しやがって。ゴキブリ、ひどい。確かにそうやけど。お、ジャド、早いな。髪長い女多いな、前髪。約束通り来たな。一号、構想。これからだ。ちびすけ、店長はいるか？お、毎度。おはようございます、皆さん。柴田。おじちゃん。おれ、この通り。もう大丈夫っすよ。やはり、因果の鎖が断ち切れている。なぜこの鳥の中に入ったかは知らぬが、もう元の体に戻ることが不可能なの。あ、うん、ねえ、僕どうなるの？ソウルソサエティへ行くことになる。ソウルソサエティ、そこ怖いところ。案ずるな、むしろここよりも良いところだ。少なくともフォローに追いかけ回されて怖い思いをすることは二度とないんじゃないか。でも柴田、おじちゃん。大丈夫、こいつらは信じる。ちょっとこのブラックのコーヒー濃すぎるな。いかんな。ジャド、お前。うん、分かった。さてと、それじゃコンソート行きますか。三白刀も取ってコツンと取ったら、おじちゃん、ん、オレンジ頭のお兄ちゃん、ん、失敗のお姉ちゃん、そしておばちゃん、お姉さんだ。いろいろ
ありがとう。コンソいた。おばちゃんって。無事に行ったようっすね。フォローだ。複数いる。場所は？これは。どうし。カラクラ第一高校の方だ。マジかよ。やばすぎるぜ。消えた。何？また。おい、一体どう。いや、壊れてるはずないっす。じゃあ何か？もう一人別の死神がいて、そいつがホロを倒す。それはありえぬ。ん？俺も。シャドウ、相手はホロという化け物。投降してはいけないのか。あ、好きにしろ。やった。チャド使えんの。話長いことせえ。あー眠りか。出た、気力の不足。これとにミスしとったら最悪やな。メモリーカードで空き容量不足なんか初めて見た。わ、やばいやばい。今のは。やばいやばい、薄いよ。井上。井上。ここにセーブポイントがあった。
うわあ、もうめんどくせえ。イチゴ、手分けして井上を探すぞ。そうか、気をつけろよ、ちゃだ。分かった。なあ、当たらん。
命を守る戦いか、それとも いいところだけ見て、とりあえず。しんどい。もう一回ちょっとそんなに見とこう。ああもう一回とこう。三階から行こう。ローティングコースが一回イライラするな。戦闘のテンポが悪すぎる。中立を渡せるからですけど、
様。マジか。なんとか終わったようだ。ああ、ここで出るんか。お、服装が。くそ、多勢に不細か。
やべえ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 。あ一瞬寝よった。なんか戦闘のテンポ悪いから。もうちょい戦闘のテンポ良くしてほしいな。余計なことをするな、黒崎。あ、君の手助けなど欲しくない。僕は君の目の前でクインシーの力を証明しなければならないんだ。何言ってんだお前。すげえ、超かいっぱい。すげえな、超得意だ。また。飛んどるやつの方が弱かった。ああ眠たい。よっしゃ。すっげえスカートが飛ばびきゃ。なんて無茶苦茶な倒し方だ。大丈夫か井上。すごい服装。私は大丈夫。
丈夫。でも菱田くんが。邪魔者はいなくなった。ゆっくりとお前の魂を。黒崎くん、松木さん、ミス、大切な友達を傷。なんだこれは。え、僕らはシュンシュンリッカ、君を守るために生まれた君の能力さ。本気に自己紹介している場合か。おい女、お前が知らなきゃなんねえのは俺たちの扱い方、ただそれだけだ。扱い方？私たちの力を発動させるために必要なのはあなたの心と言葉なの。行きますよ織姫さん。私たちの名前を呼んで言霊を乗せてください。私はひなぎく。私はバイゴ。私はリリー。さあ、ナギク、バイゴ、リリー、ヒナギク、バイゴ、リリー。三点決心。私は拒絶する。井上、これは。井上、お前どうしたんだ。わかんない。そうか、もう一人の霊力の高いものとは。その通り、井上さんだよ。くそ、隠しちゃがったな。こいつらキリがねえ。みんなで力を。何？今日、今はそんなこと言ってる場合。確かに。俺も。ジャド、お前、それ。わからない。化け物が見。フォローが見。さっき。もしや、一部の異常な霊力。うっさ。5人までしか入れれんのじゃん。5人入れれる？5人パーティー？6人ぐらいまで入るんか、すげえな。
あまり無茶をするな。ありがとう。
もう大丈夫だ。いちごと織姫勝利。もうさっき聞いた。やっつけた。どうした？ホローの仮面の一部だ。消化されずに残っておる。なんだって？見せてみろ。ん？ホローの仮面ってこんなに綺麗だったか？俺にはただの水晶のかけらにしか見えねえぞ。君の目は節穴か？なんだと？間違いなくホローの仮面の一部だ。それも今までにない特殊な物質で作られているようだ。なぜこんなものが？特殊な物質って？私が知るわけなかろう。別に切れなくてもいいじゃん。嫌な予感がする。これは早々あいつに見せた。またあの下駄ぼ。他に誰がおる？何イライラしてん？ちょっと一回ここまで切ります。